こんにちは、サクサク創作パンダです。今日はこの箸袋を折ってみたいと思います。準備するものは15センチ四方の折り紙を2枚重ね合わせておりますので、ご準備ください。折り紙と折り紙を軽く糊で貼り合わせますので、糊もご準備ください。鯉のぼりやあやめや兜を箸袋に貼り合わせて食卓に並べても素敵ですね。鯉のぼりの材料です。 7.5 センチ四方の折り紙を4等分にした紙を使っております。それでは早速折っていきたいと思います。気に入っていただけましたら、チャンネル登録・高評価よろしくお願いいたします。同じ大きさの紙を2枚重ねます。同じ大きさの折り紙を2枚重ねて、角と角を合わせて三角に折り筋をつけます。下の角のあたりを軽くのり付けしておくと折りやすいです。2枚重ねて、角と角を結ぶ線で折り筋をつけます。2枚重ねて、角を中心に合わせて折ります。2枚重ねて、角のところから中心の少し手前あたりで折ります。反対側も同じように、中心の少し手前あたりで折ります。裏返します。後ろの角を出しながら、縁を3分の1くらいのところで折ります。反対側も同じように折ります。角を隙間に差し込みます。裏返して箸袋の完成です。今回は分かりやすいように 15cm×15cm の折り紙で折ってみたいと思います。三角に折り筋をつけます。縁を折り筋に合わせて折ります。反対側も同じように折り筋に合わせて折ります。裏返します。角と角を合わせて後ろへ折ります。角をつまむように折ります。反対側も同じように角をつまむように折ります。開きます。裏返します。角を中心に合わせて折ります。半分に折ります。角を斜め下に折ります。反対側の角も斜め下に折ります。尻尾を中割り折りをします。
登りの完成です。ご視聴いただきありがとうございます。次の動画でお会いいたしましょう。気に入っていただけましたらチャンネル登録・高評価よろしくお願いいたします。